ズマチャンネル。こんにちは、ヒグマです。我が家から車で5分ぐらいのところにあるこのお宅、年末のドカ雪で一時は入れなかったのですが、大晦日に主人が道をつけてくれたので、今日はなんとか入ることができました。はい、私が今どこにいますかというと、義理の母の家、つまり私の主人の実家になります。今ここは誰も住んでないです。でもかなりね、ちょっとプチゴミ屋敷、お茶室の方は綺麗なんですけども、こちらの住居の方はちょっとプチ、ゴミ屋敷っていうぐらい散らかってたんですけど、今は物を片付けて、なんとかこのぐらいの状態になっています。今日はね、何をしに来たかと言いますと、母のね、初釜に着る着物を、取りに来ました。多分このね、立派なこのタンスの中に入っているんではないかと思われます。で、ここで出してみて、着物や襦袢や足袋なんかもね、一揃え出してみようかなと思っています。それでは探していきたいと思います。これがさっき、これはいいかなって言ってた帯ですね。これは本当に良さそうな帯で、私はこれがいいかなと思う。と、こんなのもあって、これちょっと、でもこれはなんか冷凍用だし、これもいいなって。これだね。これに合う着物を見つけていきたいと。これは薄い夏のコートですね。こちらは夏帯かな。あ、これはいい感じのコモンと思ったけど、これも薄物ですね。そしてこちら、あ、これはいいかなと思ったけど、これも一重でした。そしてあ、これは色止め袖かな。もしかしたら加賀友禅かもしれません。これは襦袢だし、これも薄物みたいですね。ここには適当なものはありませんでした。こちらの引き出し、これはビーズのバッグ、これは夏の喪服の帯、これはなんか襦袢、これは使えるかなと思ったんだけど、後でね、もっといいのがね、出てきました。こちらは夏物ですね。とこちらはすごい素敵だけど夏物ですね。ろうかな。あ、こ
これはね、すごい素敵な絞りのね、紡ぎですね。これも一重でした。こちらはなんか歯切れですね。そしてこれは、あ、これもこれはいいと思ったけど、これもね、一重だったんですよね。小さいもみじがね、もう本当に控えめに柄が入ったとっても上品な小紋ですよね。でも一重ですね。あ、これもね素敵だけど、この小紋も一重でしたね。ここの引き出しにもありませんでした。それではこちらの引き出しを見ていきましょう。コートかなと思ったんですけど、長襦袢ですね。この長襦袢は使えそうですね。半襟がね、ちょっと汚れているみたいなので、半襟は取り替えた方が良さそうです。うん、これはいいので、ちょっと寄せておきます。さっき取っておいたこの襦袢は後で中に戻しておきます。はい、そして次の着物は、うん、これは色無地ですね。茶色の色無地、とってもね、お茶の先生らしいけれども、初釜にはちょっと暗い感じかなと思います。お、これは総絞りの小紋ですね。藤娘絹田屋のお品と聞いています。これもいいかな。これはちょっと取っておきます。はい、そしてこちらは小紋ですね。これも素敵ですね。でもちょっと、この、しまいじまがね、ちょっとシワがありますね。ちょっと古いお品かもしれません。あ、これはとっても綺麗な、さらっとした紡ぎですね。まあ、紡ぎはちょっと今回は、紡ぎじゃない方がいいかなと思います。ここの引き出しはさっきの、総絞りのね、小紋、あれが候補になりましたね。この帯には、さっきの小紋がいいかな。よっしょっと、いいな。よし。はい、そして次のこの引き出しですね。これはね、小紋なんだけど、なんかちょっとこの模様の密度が、上がこう詰まって下がちょっとこう少なくなって、付け下げ小紋かもしれませんね。うん、これも悪くないけど、ちょっとイメージが違うかな。これはなんか古いね、つづれの帯ですね。どんな柄なのかちょっとわからないけど、これはちょっと今回関係ないので。この小紋は素敵ですね。洋服のような柄の小紋ですね。すごい私好みの
構思うんですけれど、今回はちょっとこれは初釜にはあまり合わないかな。義母はね、センスがいいなと思います。まあ、でも随分ね着物をね処分してるなと思いました。私ももらってますしね。あ、これは訪問着付け下げかな。これはいいですね。いい、これはいい。すごいなんか上等なものって感じがしますね。上品ですね。これも候補かな。これはいいかもしれません。これは喪服かな。私にはね実は心当たりの着物がまだあるんですけどないですね。これは夏物の帯ですね。これも夏物の帯ですね。これもそうかな。こちらも夏物の帯。これも夏物の帯。こっちは何もありませんでしたね。これは歯切れかな。ない。私が思ってるあの着物って思ってるものがね。ないの。どうしよう。そっちの2枚どちらかにするか。よいしょ。なぜかね、一重が多い。どうして？どうしてだろう。あ、ここにまだちょっと入ってるかもしれない。ありました。私が探していた着物です。これは義理の父が勲章をいただいた時の記念写真で母が着ていたものでとても素敵だなと思って見ていました。細かい紙吹雪のような柄で、このね細かい柄がね水色とかピンクとかねちょっと薄い色がついているんですよね。これをねさっきの帯にはとっても、合うと思います。その記念写真がこちらです。とってもね似合っていて素敵でした。いいかなと
はい、いいかなと思ったのはこちらの絞りの着物、そしてこちらの小紋、そしてこちらの付け下げですね。どれもいいでしょう。いや、どれもね、すごくセンスのいいねお着物だと思う。それに私ももう見た時この帯が好きと思ったので、この帯、これもね、どれでも合うんですよ。これも合うでしょう。はい、これも合うよね。これも合うし、どれも合うんだけど、どうしようかな。ただね、このなんていうか、こう利便性っていうか、なんか、うん、考えると、これお手入れしてね、そう、髪がこうお手入れ済みなんですよね、これとこれ、このでこれはね、そのお手入れのやつ一回多分着て、手入れしないでしまってあったのかなと思って、だからこの紙ついてるやつをわざわざ取る、これにしようかな。これ悪くないですよね、おばあちゃんが着る着物としては。手も上品だよね。いや、こっちの明るい色もいいんだけど、なぜちょっとね、あまりにもちょっと仰々しいっていうか、あまりにもフォーマルな感じで、こっちのね、絞りはね、とまあ言い方は悪いけど、ちょっと若い感じで、まあこれでもいいんですけど、グレーにしようかな。でこれに合わせて、襦袢と下着と足袋とあとコートと人揃えたいと思います。あ、それと小物類ね、帯締めと帯揚げとね。もし適当なものがなかったら、その小物類は私のものを使ってもいいかなとは思います。ちょっと探してみます。はい、こういったコーデになりました。このね、グレーにこういう細かいなんか色紙を散りばめたような小紋ですね。それにこちらの帯揚げもね、ほら、こういった絞りのね、なかなか品物が良さそうなものですね。この色がリンクしてていいかな。それに帯締めはこのね、こちらを選んでみました。帯締めはね、なんかね、少なくてなかなか合うもの、これぐらいし、これでもこれはぴったり合いますよね。こういった感じです。まあ華やかさはね、そこまではないですけれども、90歳のお茶の先生が上品にね、装うにはこういった感じでいいんじゃないでしょうか。もちろんね、私が着ても全然問題ない感じですね。すごく上品でね、いいと思う。うん、これでいきます。これを、お母さんには着てもらうことにします。あとは襦袢や、小物類を、ここから集めて、うちに、私の家に持って帰ろうと思います。この後見つかったこのね、帯締めと帯揚げでも明るい感じで良さそうですね。これはね、ロイヤルコペンハーゲンのマグカップなんです。これでちょっと一服してから帰ろうかなと思います。